はい、えー、こんばんはマガイヤです今日はお友達のナオさんを呼びしましたはいどうもこんばんはゲストのナオトですナオさん半袖じゃないですかだから何よまだ暑いもんね、うん、いい T シャツ着てるじゃないですかプライムワンド展覧会で買ったハーレークイーン T シャツ、はい、いいですねナオさんがここぐらいしかないそうそうナオさんがそういう T シャツ着てるの珍しいですね、うん いやーこのコスチュームでずっと行ってほしかったんだけどねなんで着替えるのかいやいややっぱり女の子だから映、うん、映画画にに合合わわせせてて衣装チェンジしないとだからほら今回は、えー「ザ・スーサイド・スクワット」特集ということでやるんですが R.A. クインが映画に出てくるのも3作目でもう一作一作違う衣装でね、うん、いいじゃないですか、うん、女の子らしいじゃないですか。 1作目の衣装でやってくれるよねそういや、うん、俺別にどの衣装も結構結構いい感じだと思うんですけど 2>, 2作目の衣装とか覚えてる覚えてる2作目なんか2回ぐらいき返してたじゃん <laughs>、うん、あ,あのなんか金色の変な服とか着 <laughs> てたじゃん <laughs> そうなんですよで今回は「ザ・スーサイドスクワット u a t ご格闘集結年をゼミがお休みだでゆっくり見られる あ、そうなんだ。よかったね。ああ、ね、ほら、<laughs> 僕らも年上のファミリー出身じゃないですか。俺違う。<laughs> 俺はフリックスにいたことないですよ。<laughs> え、いたんでしょいたんでしょないない。メンタリストに。なんだっけ。あと、コメントで、ええー、と、コメントで、なんかありましたよね。ええー、と。ね<ん>。コメント、トまあ、いいか。なんか。メンタリストといえばね。俺にとっては海外ドラマなんだけどね。ああ。 もうメンタリストのことなんかもう、もう昔すぎて全然覚えてない。ないや、<laughs> あれだそう。不法があったじゃないですか。不法が。はい。どうですか。なおとさんは。やっぱり。あれ、ね、あれですか。直撃時刻圏ですか。一番面白かった。一番面白かった。いや、僕らが高校の頃。昼間、学校をサボって影の軍団を見たりしたんじゃないですか。はいはいはい。あの、真田さんも、コメントを出してました。うん 僕は一番なんだっけこういう味わい深い思い出はあのほらジャックを創設したじゃないですか、うん、あの新一さんが新一さん <laughs> 三人一馬さんが。うん、でそれで四方美悦子を育ててで四方美悦子が長渕剛となんか結婚はしてないのか付き合った付き合った時に。 その長門剛がこう D.V. を仕掛けてきて、はい、それを志保みえ子が返り討ちにしたっていうエピソードが一番好きなんです。入ってくる。はい、<れ>入って千葉真一に電話かけてきたんでしょ、うんそう。それが一番いいエピソードですよね。うん、よくやった。ギャ,<番>ギャバンの親父、マクガイアさんにとってはギャバンの親父に触れたくてしょうがない。 そうね。うんでも俺実はその時ちょうどアメリカに行ってて、うん、そのギャワンのね、えー、最初の二三回ぐらい見てからアメリカに行ったんで、うん、その親父エピソードは実はリアルタイムで見てないんですよ。多分。七色金、ね。さ、ね、そ,そんなかああやっぱ半ワクチンだったんですかね。どうなんですか、ね、ワクチンだし水素水飲んでたしね。水素水飲んでたの。おおだからノリワヨコに水素水を送ったん。 マジでそれはしろ野際陽子が亡くなった時にそういうふうに見たういう見たじゃあ、ね、今頃清,清志郎と同じじゃないですかそうかそういう残念なところがえ清志郎もそうと別に反ワクチンじゃないけれどもが、うん、うん、そのガンを代替療法で治療しようとしてて、うん、でもうそれが、まあ、な早く亡くなった理由の一つなのでないですか、うん、標準治療だったらもうちょっと生きてたんじゃないかと言われてますよ、うんうん、さあ あ僕はスピルバンじゃなくて、ジャ,ジャスピオンが、ね、<う>好きなんです。新作はどうなってるんですかね。どうなんでしょう、えー。デルタとラムダはガンダムになってるやつとはなってない方ですよね。あでもラムダガンダムは。どういう意味？まあまあまあそろそろ始めますか。<laughs> はいはい。でそういうわけでですねスーサイドスクワットのこれ二作目ということで実は一作目があったわけですね。 で、一作目は大ヒットしたんですが、うん、まあ、ぶっちゃけそんなに面白くなかった。そうね。うん、いや、なんか、アイデアは良さそうなんで。アイデア満点、出来は赤点みたいな。いや、特に原作も面白かったし、うん、このデビッドエアー監督もこのスイサイド・スクワットみたいな。悪党が集まって、なんかする映画っていうのは、もう、すごく、実績もあったし、期待してたんですけど。うん 多分これはスタジオが悪かったのではないかともう今になっては言われてますねもっとデビットやカットとかがありえるのでなだ、ね、スナイダカットみたいで、うん、見てみたら単に長くて鬱陶しい,たいスの間ダーカットよかったよどこがない <laughs> よかったよ結構でただ長くてだるいだけじゃないそんなことないですよひたすらスローモーションばっかりスローモーションが生きてたじゃないですかやっとやっと生きてたじゃないですか <laughs> そうそうだから AV パロットというか「うんね、スルーの最高すぐモッとというこの100点満点のセンスのね放題がついたアクセル・ブラウン・ポロギーの AV が出るぐらいこう大ヒットしたんですが、うんえー、あんまりうまくいかず、うん、DC エクステンド・ユニバースがもうダメになるかと思いきや、えー、ここに来て、えー、有能な監督に好きに作らせたら割といい映画がたくさんできつつあるという,という、まあ。ジェーム なんでもいいですよって引き抜いたけど、それはねジャック,ザックスナイダーには同じことは言えなかったよねまあまだその初期だったんで、こう言えなかったんじゃないですか。こう力が入りまくったスタジオが。<あ> <laughs> はい。はい。で声ダメか。体と大丈夫。大丈夫。みんな聞こえてる？うん、それでですね、すま,まあなんかもうここ最近割と DC が、はい、世界的に盛り上がっているんですよ。うん 全然うまくいかなかったのにねそうそう全然もう一時期はもうダメだと思ってたのがここに来てみんな好きにやらせたらうまくいったジョーカーがアカデミー賞をねこう取るない取らないやみたいな感じだったじゃないですかいいのもあるしよくないのもあるけどねまあそういうもんですよいいのもある良くないシャザム良かったジョーカーはちょっと俺にはよくなかった俺はジョーカー最高でしたよハーレークイーンはダメだった俺のハーレークイーンの華麗なる覚醒 俺もちょっとダメだったあ,あ、ワンダーウーマンもダメだったね。ワンダーウーマン一九八四でしょ？まあ <laughs>、うん、俺あれは俺は良かった。二作,作続けて <laughs> そうです。まあまあまあそういうね、こう人によっていい悪いみたいなのが、最初はもう全然ダメだってみんなにしたのが、ね、だんだん人によってこれはいいこれは悪いと言い合えるまでになってきたというのは、もう D.C. 件の証拠だと思うんですが、やっぱりマーベルと違ってさ、うん、歴史と風格あるヒーローだから、どうしても重く作られちゃうことが多かったんだよね。そうなんです。うん、だからそこに来ると、このスーサイドスクワットみたいな、こう B 級激安ビリオンを素材に好きに作るっていうのは、<そう> <laughs> ああやっぱいい映画できますよね。いやー、タクシードライバーの次は戦争映画にすると、ね、そうそういうもんですか。<laughs> で、このまあそのもう本当に DC は も1930年代にスーパーマンが誕生して以降、うん、DC のスーパーヒーローの歴史というのがずっと続いているわけなんですけどはいこのーーーもう世界中の人が知,る知らない人はいない DC ヒーローを特集する展覧会もやってると、うん、で僕行ってないんですけど<あ>名本さんは行ったと。 とても良かったです展示物がとにかく多くてバッドモービルとかライジングの直角に曲がるバイクとかさバッドモービルはライジングのバッドモービルですかライジングライジングだかダークナイトだかダークナイトかダークナイトまあその3部作のやつ僕の好きなバートン版のバッドモービル展示やバートン版はコスチュームがいっぱい置いてあったよキャットウーマンンンととかかペギなるほど ミスターフリーズとかさ、あミスターフリーズの衣装もあるんですか？シュワルツェネッカーが来てた。そうそうそう。そっか。で若いお客さんがリドラーとか見てこれ誰？マジで。そんなじゃ客層はどうだったんですか？客層がにしめたようなおっさんではなく若い人がいた。そっか。俺らの昔の仲間とさバットマンのカードゲームやると最近はンギンっていないのとか老害っぽいことを言われるんだけど。 なるほど。まあ今は逆だよね。若いお客さんとかベノムとかです。うん、ベノムじゃねえや。ベノムじゃねえや。なんだっけ。ベノムでいいんだっけ。ベノムはスパイダー版でだろう。そうそやなんだっけなんだっけ。っけベイン。ベインだ。ベイン。うん、もうだめだ。ベイ,ベインとかだってもう B 級ビランだったのに、ね。うん、映画ですっかり有名。 そうか、じゃあちょっと行ってみようかな行ってみて若者が適当なこと言ってるのを心の中で楽しむみたいな最近のスーサイドスクワットのコスチュームもピースメーカーのとかあるしああえ空いてました混んでました空いてた <laughs> 空いてた <laughs> まあ、うん、ほらこんな世の中だから空いてるよそうすいてんならじゃあ感染の危険もないから明日行ってみようかな、うん、なるほどねそうなんですで いやちょうどでもこの DC 店と公開が遅れた「スーサイド・スクワット」がかぶるっていうね、うん、こう行幸もあったらわけじゃないですか。うん、そう,そうでなんかやっぱり曲が入ってないからだと思うんですけど名た木武がですね、はい、<laughs> なんかこの DC 店に招待されて見るというなんか、うん、それをこうニュースで報道してもらうみたいなそんなのがちょっと前にあったんですけど。 これまだ信じられないって言ってるのは D. C. っの内容が信じられないのではなく。雨上がり決死隊が。雨上がり決死隊が、こう解散したのが信じられないという。こう、ね、いいプロモーションになってんのか、プロモーションになってないのか、よくわかんない。こうニュースがありました。そうなんですよ。あれですよ。なんか名高きたは。忍者バットマンが舞台化して、忍者バットマンの舞台で、ジョーカー役をやるらしい。んです忍者バットマン。 そうんなんだかったな。あいやいや俺そんなことないと思うけど、<laughs> ただ脚本書いたのはやはり舞台の人じゃないですか。ね、うんう。だからそれはまた舞台でやるという。でその舞台もちょっと楽しみであるんですけど、だからなんかね、そういうのをそのワーナーっていうか DC も OK するんだと思ってちょっと意外でした、ね。後ろの背景も、うん、味わいがあるよね。味わいがあります、ね。今ドラマーの続きが一番楽しみなタイタンズ。 あえタイタンズ』のドラマを見てんの俺それのタタのノーチェックだもん。うん「タイタンズ」のドラマってなんかいくつかあったじゃん。一つだけネットフリックスでやってるやつ。ネットフリックスでやってるやつ。うん、あのドリームパトロールとか出てきてすぐ消えちゃったやつ。そうそう一回だけ出てきた。なるほどそうなんだ、ね、じゃあ「えキンタイタンズ」のドラマも面白いと俺それの,の全然ノーチェック。かんないけど、うん、あ全然触れられない「グリーンランタン」そう。 ビッグスリーについて、ね、大物プラッシュとザ・グリーン・グリーン・ランタン、ね、<laughs> つどういうことなんだあんなにあ、進めてください <laughs> すいません。そうデッドプールのネタとしてしか触れられないえ、今日はですねそんな感じでおお、っさんといえば DC の話題で盛り上がるということで、はい、えー、こんな感じでやりたいと思います、うん、まず、えー、ザ・スーサイド・スクワットについてのまあちょっとした解説で 多分一時間埋まると思います。どれくらいネタバレするの、これ。ネタバレある。<laughs> あ、<え>じゃあ、最初の、まあ、最初の。<え>最初のあれは、一応触れない。喋、うん、<laughs> ることなくないか。まあ、あれですよ。うん、これ、皆さん、ぜひ、その、本来は。脳、脳、脳情報で見に行った方が、やっぱ一番面白いですよ。 まあ考えいい人はもう見た瞬間わかると思うけどね。かかうん、で一応それには触れずにやれます、うん、最初は <laughs> で。その後ですね。うん、まあ元ネタというかジャンルの素である特攻大作戦とスーサイドスクワットについてはい、はい、えちょっと解説をします、うん。よく戦略大作戦と勘違いする。特攻大作戦。はい、まあでも若干似たような感じではあります。<laughs> そのちょうどこの特攻大作戦の頃ですねそこういう戦争アクション映画みたいなのが流行ったんで,で今回あとですねでその後、えー、今回の映画はやっぱジェームズ・ガンがこう自分のオリジンであるトロマ魂を炸裂させた話だと思うんで、はい、もう10人中9人がトロマといえば悪魔の独特モンスターしか思い浮かばない。はい いいいじゃないですか悪魔の独特モンスター <laughs> これ直人さんも知らなかった悪魔の独特モンスターまさか2000年になっても作られていたとはねこれじゃちょっとちゃんとジェームズ・ガンも出てきてましたしこれ実はヒーローものなんですよ。もともとそうなんですけど、うん、ヒーローチームもので,、うん、でマスター・ベーターオナニー・ヒーローマスター・ベーターとか、うん、あとドル、はい、フィーマンはこれじゃなかったかな まあいろんなヒーローが出てきます歌舞伎マンとその歌舞伎マン出るの歌舞伎マンも出てきたんじゃないかなどうだったかなちょっと忘れて、まあ、歌舞伎マンもトロママのヒーローなんですがいろいろごっちゃになってます、うん、そんな、えー、ジェームズガンのオリジンについて話しつつ、えー、最後にまとめとして、うん、この二作目、はい、ザ・ースーサイド・スクワットは何だったのかということをお話ししめるというおきっち二時間で終わらせたいと思います、まあ、よろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ。 俺ははそこまで詳しくないから今日役だねただ今日の「スーサイド・スクワットは」は、うん、僕とか直人さんとかが一番喜ぶ映画だったんですよ結局は。そうだね <laughs> だからこけるっていうかい、ね、そ,そんな別に大国じゃないんだけど、うん、多分みんな思ってる期待してるほどはヒットして仲いいっていうコロナ禍もあってちょっと残念ですよね。うん、<laughs> そりゃあ,あんだけグロけりゃ 客が入るわけないよって思でもみんなグロとだってこの最初の「デビッド・エア版」はもう大ヒットして、うんうん、それがつまんないから行かなかったのかなとまあそれもあるしハーレークイーンもつまんなかったし、うん、やっぱりそういうつまんない動画続くと次にガクンと下がるからねハーレークイーンハレーレクイーンもね、まあ、まあまあ面白かったんですけど、うん、他のそのシスターフット映画と比べると、ね 人体破壊映像僕らににとっては最高ですけどね確かにそうそうだから90年代はこういうトラマみたいな人体破壊映像っていうか <laughs>、うん、バッドテイストホラーエクアクションとかがいっぱいあったじゃないですか。ドドロドロ液に落とされてそれがジョーカーだったじゃないですか、うん、だってドロドロ廃棄に落とされて出てくるのが。でもそういうのが確かに0年代10年代そしてもう20年代令和3年の時代にちょっと厳しいのかもしれないです。 ただ、それがちょっと突然変異のように蘇って、嬉しい映画でしたね。そういうまとめになると思います。<laughs> はい、で、まあ、改めてザ、ザスーサイドスクワットについて説明しますと。はい、D. C. エクステンドユニバース、十作品目ということになります。いや、もう十作もやってたんですね。で、これ一応十、載ってますけど、ザックスナイダーカット、ジャスティスリーグ、ザックスナイダーカットは、一応なんか外れるらしいです。はい、いらないよ。 <え> <laughs> <laughs> 何四時間半って映画じゃないよ。いや映画じゃないから配信なんじゃん <laughs> い。いいですよザ <laughs> いいですよザ <laughs> ックスの間わかった。俺公開版のジャスティスリーグ大好きだけどさ。公開版はなんか薄味でしたね今思った。いやいやすごい東映漫画祭り風味で良かったじゃない。え東映一番東映漫画祭りなのはアクアマンじゃなかったですか。<laughs> いやあの毎回世界の危機があって謎の敵ああ が出てきてみんなで戦う。そんな謎ではな。それが三十分で終わるっていう。そうですか。三<う>。そういうプログラムピクチャー風にがないと僕らやっぱり。そうですか。ちょっと見づらいかなっていういこの DCU の中で一番好きなのは何ですかじゃあ。アアまあスーさん。赤。やっぱ赤はま。アア <laughs> ああなおさん赤はま。俺はシャザムですね。シャザムもいいね。あシャザムのあの八十年代九十年代グーニーズ感みたいなの。うん もうたまんなるほどさあそんなはで特にですねその初期はどう考えても MCU のまねをしようとしてたんですが、うん、そこから路線をどんどん変更してましてやっぱり最初にザック・スライダーに任せちゃったのが悪かったのかな今思えばそうなんですが <laughs> <laughs> でもねでそこでそのちょっと気を取り直して ええー、好きに作らせたワンダーウーマンぐらいからもう盛り上がってきた感じで、で特にですねスーサイドスクワットとかあとここには入ってないんですけどジョーカーとかはやっぱ MCU はやりにくい作品なんですよ。そのあえてビアンをちゃんと描かなかった MCU にやりにくいやつっていうのにこうちゃんとフィーチャーしてきた感じですね。MCU と違ってちゃんとコスチューム着てくれるからいいよね。ああ<ー>、はっきりした。 そうですね<ー>まあ MCU も着るときはちゃんと着るんですけどでもなんか恥ずかしくない感じの衣装になっているじゃない <laughs> そうですか <laughs>、うんまあ、そこはどうなんだろう今回もあえてスーサイドスカットのメンバーが普通の服を着るシーンあったじゃないですか、うん そういうそういうのはちゃんと考えてやってると思うんですけど、はい。で特に今回その面白かったのは、T.C.X. インデッドユニバースに入るような入んないような割と微妙な感、どっちでもいけるような感じで作られてたのが良かったですね。まあその辺の緩さがあべこび的というか、そうなんですよ。そう、うん、だからこの前作スーサイドスクワットとか、ハーレークイーンが出てきたそのまあ華麗なる覚醒の。うん 話が続いているような、そうでもないような感じというのはうだからこの先死んだ奴が平気で生き返って,出てくるか。<laughs> 俺キャプテンブーベランとか平気で生き返ってくると思いますよ。あ、こはネタバレで割れた自分で止めといて。いて <laughs> まあ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 で、ででも。<laughs> ややっぱアメコミってやっぱぱてそうなんですよね。うん、この原作の「スーサイドスクワット」でもハーレーには参加してるんですけど一方でニューヨークに自分のアパートを持って暮らしてるみたいなそのシリーズもあって、うん、どう考えても矛盾してるんですけど、うん、じゃあニューヨークのアパートで暮らしてる時は爆弾が埋め込まれてんのとか思うんですがまあ別にそこら辺は。<laughs> 埋められてるはずだとからねそ。その辺はま,あま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 あみたいな感じで,、うん、でやっぱそこら辺の緩さが一番いいですよね。 であとはですね一応スーパーヴィランの特攻大作戦であると監督が言っててこの今アメコミヒーローものが流行ってるんで何食わうのかをしてもう死滅したジャンルである特攻大作戦とかあらわ主導要塞でまあ奈さんさっき言ってた戦略大作戦もそうなんですけど70年代60年代70年代に流行った戦争アクション映画を何食わうのかをしてやれると。で特にその 刑務所に入った罪人が、原型とか御社とかを引き換えに、こう危険なミッション、うん、視察ミッションに参加させられると。僕らがコブラで、読んだような断脈、断百回も。もう、もうそうです。あの <laughs>、ヘルクルセイダーとかですよね。<laughs> はい、もう、そういうたまらない、たまらない話を、何食わぬかをしてやれると。うん、最近こういう、アメコミ映画の皮をかぶって、戦争映画をやったり、タクシードライバーをやったり。はい やっぱりそういうのがストレートにやりにくい時代なんですかねいいし,でしかも、うん、ちゃんと客が入ってくれるから嬉しいじゃないですか、うん、今タクシードライバーのリメイクしても誰も見ないですけどす、ね、ジョーカーっていうふりをしてやると <laughs>、うん、みんな見てくれるとどう考えてもこいつジョーカーじゃないだろうって思ってもよかったいや本当ですよ、うん、あ,あそうですねだから俺,俺これねもうすぐ「うん そのアメコミ映画のふりをしてニューヨーク一九九七やる映画やると思うんですよ。あるだろうね。<laughs> そうそうそう。お<ー>そう本当もその通りプリスキンとのその通りだからまあでもそれがもしかしてあの映画版ソリッドスネークっていうか <laughs> 小島栄監督うんになっちゃうのかなわかんないですけどでも絶対それはあると思いますよこう <laughs> 地震で孤島になった孤島になったどこかな孤島になったサンランシスコかな <laughs> でもバットマンにそういう話はありましたねそういえば <laughs> まあまあそんなそんなのやるそんなの全然、うん、ある側だけてると、OK、そういういのもやりやすいよね絶対やると思います、まあで特にスーサイドスクワットはこういった60年代70年代のマカロニ戦争映画みたいな。 えー、話を、えー、これちゃんとシリーズとして成立したのは1980年代なんですが、まあ、そこであえてやるという面白さがありました。これ真ん中の表紙とか表紙だけ見ると完全に GI ジですね。<laughs> まあでもそういう面白さがあったし、で今回のこのポスターも完全に <laughs> 特攻大作戦をオマージュしたポスターを作ってて、うん、なか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 ね <laughs> でジェームズはセンスがいいなと思いました。 で、えー、さらにですね、えー、まあこうビラン我々にも一応 A 級と B 級がいて、うん、で DC は特に悪役が立つはまあ悪役立てるっていうのをずっとやってきたんですが、はい、ちゃんと悪役 A 級チームいるんですよ、ね、DC にも。レックスルーサーとジョーカーが総兵ですか、はい。そうです。総兵はそうですが<お>あとまあフラッシュグリーンなんてにもいますよね。<お>あのゴリラグロットや。 ヒネストロがいますがフラッシュからゴリア・グロッドではなくキャプテン・ブーメランを持ってくるそしてスーパーマンからはブラッドスポーツを持ってくるバットマンからレッッドショは多分これから DC ・エクステント・ユニバスを続けていくにあたって見たんでしょあの ナイダーカックス一応最後にルーサーとデスストロークガウシーンで終わるじゃないですか、うんうん、一応あれが多分 A 級ビランチームです <laughs> で B 級ビランチームはもう全く触れられない。うんはい、であとはですね異次元のジャスティスリーグであるクライムシンジケートとかもいますで。これはその異次元に スーパーマンやグリーンアンターと全く同じ能力を持ったやつらがいてでも悪人でそいつらが俺たちの次元に攻めてくるという話でしたが、えー、ここでも、えー、ここでもスーサイドスクワッターちょっとハブにされるみたいな面白さがありましたね。でだからですねスーサイドスクワッターに参加するのはすごいゲスなキャプテンブーメランとかキャプテンブーメランはキャプテンブーメランでローグという B 級ビラまあフラッシュの ヴランチームに所属もしてるんですが。前作で邪魔しかしてなかったキャプテンブーメラン。キャプテンブーメランは、もうね、う最高ですよ。うん、<laughs> そうっすか。今回も、あの、大切なブーメランで、うんこを、こう、落とすっていう。こそげ落とすという、最高のシーンがあってで。で、さらに、もう誰も知らないブラッドスポーツ。一応スーパーマンを病気を送りにしたとか言ってますが。<ー>本当かな。ほ <laughs>、本当なのかな。ね、その辺、まあ、レックスルーサーから与えられた。 なんか一応原作ではレックス・ルーさんに雇われたという説がどこまで反映されてるのかわからないでさらにこのポルカ・ドットマンとかも完全に B 級、はい、バットマンのマイナーな敵役として有名だレコバットマンでもオチで「カレンダーマン」とかでポルカ・ドットマンカレンダーマンは何かあの今回はベルレーブ刑務所にいましたよ あ、いたんだ、ねね。ひっそりいたらしいんですよ。なんか頭にちょっとこう文字化 <laughs>、はい。まあマイナー・メジャーのやつらですからね。こいつら。で、えー、そんな感じなんですが、まあしかしですね、ジョーカー、レックス・ルーサーのスピンオフとか全然できるんですが、マーベルだとこれがやりにくいというのをもう、まあ、すごく生かしてますよね。そのマーベルだと有名ビランチームというとまあシニスター・シックスぐらいなんですけど、シニ <laughs> スパイダーマンだからね。うん。 いやでもこれ一応映画化しようとしてやっぱりちょっとっていうことでポシャったたりしましま、ねうん、でもあれかベノムかそうそうさっきちょっと間違えたベノムがなん、えー、といいかなんとか映画化するぐらい破壊だみたいなもんでしょ本当は、うん、その多分コミックファンにとっては「マグニート」とか「ドクター・ドゥーム」とかも、うん、スペインオフできるじゃんって思うかもしれないんですが。 やっぱ厳しいんですかね <laughs> まあ X 年が終わっちゃったからねマグニートでやるって話も実はあったんですけどそれで若返らせたんだ、うん、ちょっと難しいところもあります、うん、やっぱり DC の方が風格が断然あるからねなんかね。どうしてもバーベルのヒーローもヴィランも安売り感が選べないそうそうおっしゃる通りロッキーもヴィランだし一応ロッキーもドラマ版成立してますけど、うん でも途中からもう完全にねもう2作目の時点でもう完全に仲間みたいな感じでしたよ、ね、そうですよね6期単体で映画とかかかもも確かにやれるかもであとは、えー、これは前作のデビッド・エアバンド時点でそのデビッド・エアがこれはヴィランチームというよりはバット v s e ビルだと、うん、バットな魅力を持った、えー、ヴィランチームがもう 悪党ともと戦うバッド vs イービルだと言っててで、まあ、よく考えるとプロッットはデビットやバンとほんんど同じなんですよ今回も、えー、この、まあ、刑務所からの恩赦を引き換えに戦うチームが、うんえー、違う国に行ってで、えー、途中でなん,かなんか目覚めるみたいな話、うん、と考えるとまあほぼ同じなんですが、まあ、どう考えても今回なんか面白いと。でその理由の一つとしては。い 前作はですね、まあ、あんまりバットじゃなかった。みんな夢を温かい家庭だった。ということで、まあちょっと、ね。で、さらに全員、全員悪党というより、マイルドヤンキーだったと。いう感じでいやいや。勝手なことばっかりしてたからね。はい。まあ、でも、それはね、魅力なんですよ。そ<う>勝手なこと。でビルスミスがひたすら喋って進めるだけ。そうです。あ、スパチャ、スパチャ、ありがとうございます。<う>でも、な、この、なおきさん。ありがとうございます。前回もいただいたかもしれません。<う>ありがとうございます。 スーパーチャってこれ寄付なの？そうスーパーチャス、えーパーチャスーパーチャレンジ、スーパーチャット。ありがとうございます。そう、お揃いのタトゥー入れる。お揃いのタトゥー入れてたんだこのスーサイドスクワットでも。<laughs> <laughs> お揃いの爆弾が入ってるけどな。それは知る中で。もうそれでですね。で今回。 えー、ジェームズ・ガーンが監督することになったんですけど、まあそこには有名な事件がありまして、はい、ちょっとなんか文字が違ったな。まあ、つまりジェームズ・ガーンはその MCU でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでこう成り上がった人なんですが、うんえー、過去のツイートが一応問題になったわけですね。おっと最近よく聞くような話ですよ。キャンセルカルチャーですね。うんえー、つまりデビッドあジェームズ・ガーンは 2008年ぐらいから数年間ツイッターで不謹慎ジョークを言ってアパレスた時代があってその時に小児性愛ジョークとか、うん、あの DV ジョークとかをガンガン言ってでその後心を入れ替えたんですけれどもトランプ政権をいろいろ揶揄してた時にトランプ支持者から「お前過去にこんなこと言ってたじゃねえか」と掘り起こされたと。 という最近日本でもよくあった事件がすごいね。右も左もやることが同じですね。そうです。その通りです。アメリカではトランプ支持者が、はい。日本では政権批判者が、はい。まあ政権批判者なのかな。本当に、うん、よくわかんないですけど、まあ、うん、右も左も同じですよ。右も左もやることは同じですよ。ううで,でそれでですね、一度この MCU から解雇されてしまいました。こんなにね。 このまでこんなににり上がったのにでそ割と速攻で解雇されてでも速攻で、えー、速攻でワーナーからこう話を聞けるんか木曜日か金曜日に解雇されたんですけど、うん、翌週の月曜日にはもう呼ばれてたとでそれでですねジェームズ・ワンはそのワーナーの偉い人に「ちょっとあなたこう本当に実績もあるし才能もあるんでもう何でもいいですよ」と。 でちょうどこの頃ワーナーは「ワンダーウーマン」がヒットしてスタジオがあれこれ口出すよりも才能ある監督に任せた方が賢明だとも考えたらしくて、うん、もうあなたにならもう何でもこう,うちの好きな映画何でも撮っていいんでと好きなヒーロー大体何でも撮っていいんでって言われた時に割となんか名前が出てこなくガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」とかぶる。 そう感じですがそうなんですよ、うん、それはみんな心配してたんです、うん、だからそのはぐれ者ヒーローでガーディオブザガーディーンオブギャラクシーもその結局ジェームズガンが映画化してヒットさせるまで、うん、誰も知らなかったんですよ <laughs> まあ日本でもコミックス一冊しか出れなかったよね <laughs> あれも映画化するってことで出したんだと思います、うん、しかも総集編みたいなやつでさ、はい そうですそうそう議事家族です確かに被る、うん、いや悪党が疑似家族区でもう絶対かぶるじゃんと思ってて心配だったんですがあんまりかぶってなかった、うん、<laughs> っていうのが今回最大の良かったところだと思いますね。でそれはですねやっぱりディズニーでやりにくい悪趣味ギャグをさく裂させたっていうところだと思うんですけどやっぱそれはねジェームズ・ワンのトロマ魂がね えー、ディズニーだとやりにくいトロマ魂を今回炸裂させたということだと思います。<laughs> はい、で、この右から二人目がトロマさんですね。うんえー、トロマさん、トロマの創設者であるカ,カウフマンさんです。<laughs> 日本でも有名な。とつまりもうあれなんですよ。カウフマンはその若者に好きなようにさせると、うん、好きなようにさせつつ給料を払わないでおなじみなんですが、えー、そこのトロマ魂ですね。はい、そこのまあ僕らもよく知ってる話ですよ。うん <laughs> そこのトローマの一番出来のいい子だと言われてますでそこでですねでトローマでジェームズガンは映画制作のすべてを学んだと言ってはばからないんですが出演もしてます、うん、ガンガン打ち取れシステしてますしでトローマで一応トローマで制作組織をやりつつ自分もで監督や脚本もしつつ出演もしたんですが特にこのスリーザーとか スーパーとかで培った、えー、この悪趣味魂を今回作例させてますここら辺、はい、僕らもよく知ってる話ですよねこういう低予算映画で若手監督が、はい、腕を磨くっていうのはねそうなんです基本的な話ですかで特にですね横にほら竹中直人さんも、はい、昔は悪趣味ャグをいっぱいやってたじゃないですか小 <laughs>、はい、林健太郎さんも昔は世間に挑戦するようなギャグをいっぱいやってたそれを掘り起こされたりもしたこともありましたか、はい まあ最近の話なんですが、そこをこあえてこうもう一回こうねそれを生かすような作品を作るというこうジェームズ・ガーンのこう面目役女みたいなのを見ましたね。映画界のガロかなっていうコメント。ロジャー・コーマンになれない。どうなんだろうちょっとガロとは違うような気もするけどどうどうなんですか、ね まあ金を払わないということに関してはそうです。ああ、そうですね。なんかこれガロッとアックスでちょっと違うじゃないですか。うん、で、そうですね。ロジャー・コーマンと同じだっていうのもあります。であとですね、今回の映画を作るにあたってジェームズ・ガンは僕たちはみんなキャプテン・アメリカよりポルカドットマンに近いじゃないかといういいことを言ってます。<laughs> これはうまいことを言おうとして外したように。そうですか。見えるけどな。 えーまあ、そもそも完全無欠の人間なんていやしないそうした不器用ながらも他人とつながりを持とうと葛藤するキャラクターを核に据えた映画を作り続けてきたことで「溺愛、うん、の家族」というテーマに自然と行き着いたんじゃないかな。 彼らが少しずつ他人とのつながり方を覚えていく過程はこの映画の大きな魅力の一つだと思っているよと言っててでこれを聞いてえ「えじゃあガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーと同じテーマでかぶっちゃうんじゃないか」と思ったりもしたんですがまあそれは起でした出てくる人が変わればそうなっていくと例えばですねこの左の画像は「メインイ・ンスパイダー2」というえー ジェームズ・ガンが100本出演を務めた、えー、最高の映画なんですがまあここのこのねこのメインスパイダーでおなじみの「こうスーパーヒーローの家族」というテーマが今回「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」よりもこう完全にうまく出てますしススリーザーやスーパーザやパであったような悪趣味魂も炸裂しますそして当然「独特モンスター」っぽい、はいえー みんなから嫌われたヒーローロ大活躍、うん、最高の映画じゃないですか。で特にうまくこれ考えられてるなって思ったのはやはり脚本がよくできててでまずですね最初スーサイドスクワットたちがなぜかアメリカの国旗がある刑務所ベルレーヴ刑務所でこう集結して横並び一線になるんですけど。はい、ああカンボアサイラムかベルレーヴ刑務所かといわれる。はいまあ、ベルレーブ刑務所なんですが、うん えー、ここでアメリカの国旗をバックにみんなが横並びになるシーンっていうのが割とちゃんとテーマを表している。とというのがこうきちんとこう描かれてると僕は思いました、まあ、ここでですね、えー、ガンの弟のショーン・ガンがロケットに続いて CG キャラクターをこう演じてるっていうのもよかったんですけど。うん、<laughs> ーゼルで、はい,いやーで あとですね、マイケル、えー、マイケル・ルーカーさんという <laughs> もうジェームズガンの映画にずっと出てる人が、はいえー、今回も主役かなっていう感じで出てるのが良かったですよね。まるで内田優也のようだ。そうなんですよ。あ思った思った内田優也。あれ <laughs> でも思うでしょ。<laughs> あれかっこいい内田優也だよね <laughs>、うん。ロックンロールとか言いそうじゃない。よかった。<laughs> さあそれでですねメンバー紹介をしてみましょう。 はい、みんなが知らないメンバーがいっぱい出てくる特に,ク特にですね、まあ、アーカム・アサイランかベルレーブ刑務所かっていうことなんですけど、はいまあ、みんなベルレーブ刑務所なんですよ、はい、何が違うかっていうとアーカム・アサイランは狂人が入るんです精神病院だからね、はい、で強人は A 級ヴィランなんですけど、うん、中途半端な B 級ビランはみんなベルレーブ刑務所に送られますだからですね、うん アーカムアサイラムはレゴになってますがベルレイブ刑務所はレゴになってません <laughs> これは B 級泣かすと言ってもいいでしょう。うん、ただですねやっぱり DC はもうずっと長い歴史もあるし、えー、すごいこう文学的にもなってるんでこれ名前の取り方がやっぱちょっとカッコつけてアーカムアサイラムはクトゥール神話から、はい、でベルレイブ刑務所は欲望という名の電車に出てくる主人公が、えー、昔南部に持ってた、うん あのー、プランテーションというかまあ、えー、大きなお屋敷っていうかこう昔の夢みたいな感じでねこう作ってます。うん、まあだからちょっとフランス語なんでニューオリンズということでちょっと南部のフランスなんなん、えーうん、オールドクォーターじゃないですけどちょっと南部にあるみたいな設定にしてます。メンバー紹介ある時点で<え>高橋よしきやのフォークを超えただってニューコメント<え> <laughs> よかったね。そうなの。なのおめでとうございます。 どうどうでしょうでまずですねまず5面がいますはいいつものメンバーでこの5面はですねとりあえず、えー、まずテッドショットハーレークイーンタ、うん、ャプテンムーメランということになってますこの3人は基本的に5面だとお考えください今回の品の名前も求めてあるらしいねってコメントがある確かパンフレットに書いてあったよ あああれはあの DC にこうよく出てくる「中南米のの架空島バットマン」でもちょっと言及されてたりしましたしであとですねあとリック・フラッグ大佐、うん、かな大佐と、えー、アマンダ・ウォーラーが1年です前回の「スーサイド・スクワット」では感じ悪いだけのやつだったけど今回はちょっと愛嬌がえそれリック・フラック。いや アアママンンダ・ダ・ウウォォーーーーラーバラでもそれって今回の特徴じゃないですか。うん、なんか前回は感じ悪いやつだったのが今回ちょっと愛嬌が出るって多分ジェームズ・ガーンのね、うん、魅力だと思うんですけどだか今回デッドショットっていうかウィル・スミスが出れないんで、えー、ウィル・スミスはなんかスケジュールの都合で断ったらしいんですけどまあじゃあちょっと同じ黒人殺し屋キャラ出しとくかっていうことで。 ブラかぶったやつがねかぶったというかもう「もう代わり」だと <laughs> <laughs> いいじゃんで,でデッドショットはもうデッドショットよりも「ブラッドスポーツは」の方が B 級で名前を知らないキャラなんですけども何でしょう黒人で殺し屋さらに今回娘がいて。うん で原作じゃそうじゃないんですけどその父親から英才教育を受けた殺し屋ということで完全にデッドショットの代わりと思ってくるというキャラクターになってます、うん、ただ面白いのはですねこれブランドスポーツっていうカルト映画があるんですよバンダムのバンダムのえ、これ見たことありますない、うん、これ日本で公開されなかったんで僕も DVD で見たんですけど <laughs>、はい、これアメリカだと完全にカルト映画で でえー、ただ原作の「ブラッドスポーツ」と別に関連あるわけじゃないんですよ、うん、原作の「ブラッドスポーツ」がこう誕生した翌年に作られた映画なんでで直人さん競馬が趣味なんでよく知ってると思うんですけど <laughs>、はい、普通ブラッドスポーツでいうと競馬みたいな、まあ、その競馬はブラッドスポーツと言いますからね。そうそうそう 別に血まみれスポーツがブラッドスポーツってことじゃないんですよ血統を表す言葉そう血統のスポーツっていう意味なんですけど、うん、まあそこら辺はねこうダブルミーニングで、えー、そういうヒーロー名っていうか悪役名に変えてますがあまりにもこのカルト映画のブラッドスポーツが有名になりすぎたんでカルト映画そんな有名だの、はい、これは有名なんですよアメリカではだから途中で 全然意味もなくブラッドスポーツが転結とかで飛行をつくことやるじゃないですか。はいはい、あれはこのブラッドスポーツでですねバンダムがそのまあデスタッチ飛行をつくみたいな感じでで,でっかいレンガを一撃で終わるシーンがあるんです。でこれはあのアメリカの中でカルト映画有名シーンになってで今 T シャツも売られてます。<laughs> ブラッッッドススポーツととえばデスタッチもしマクだろうと で黒人が黒人の中でこのディーマックというブランドが C D 音楽レーベルまで作られたり <laughs> デスタッチ。はい<あ>。十六連射って書かれている。はい<あ>。追じゃないぞい。今ゲームでですね、うん、え忍者キャラとかがデスタッチって技を使うのはみんなこれを元にしています。ナルトでこれ火影外一族って出てくるじゃないですか。あの、うん、なんかこう火影外一族が使う こう技もディスパッチですよそう逆輸入ですそうです、えー。じゃあ今回ブラッドスポーツが出るならということで、えー、みんな三人でこう飛行をつくシーンがあるんですけどあ多分あそこはアメリカ人爆笑するシーンです、はい、あ北斗の剣も北斗の剣よりもブラッドスポーツの方が有名になっちゃったということですね、えー、という、えー、ちょっと面白いシーンがあるんですが、はいえー、さらにですねイドリス・ゼルバは、えー 黒人で初めて007を演じるんじゃないかというぐらい、えーうん、セクシーな男で有名なんですがそのブライドリセルバがちょっと今回疲れた役っていうのは良かったですねそうトイレ掃除から始まるってね、はい、もうあれも最高でしたね最高だったね,ねでしかも、うん、トイレ掃除するイドリセルバをちょっと生意気な若者をビランがこうちょっとバカにしてる感じがあるじゃないですか、うん、最高でした最高だった ああ、もう百点満点、今回百点満点の導入部ですよね。うん、その後、娘と怒鳴り合い。はい、最高だったね。ねマクガイアさんのイ家じゃ怒鳴り合いにすらならないけど。はい。その通りです。うん、その通りです。もう、本当 <laughs> ですよね。まあ、そういうね、えー、あとはですね、えー。スタートして、ええー、マンゴットロビーが演じるハーレークイーンが今後出てきます。 R.A. クイーンはですねもう今 DC 映画 DC ユニバースを支えるスターの一人なんで今回も必ず出てきてでハロウィーンにはもうこの R.A. クイーンの量産型が街を埋め尽くすと。本当だよねこれはアメリカの写真で日本人がコスプレして渋谷にうろつく写真はなんかいられそうだったんで今回は使わないんですが。は、うん、はい、はい だってほらあれじゃないですか結構中途半端なハーレークイーンがいっぱいじゃないですか、うん、髪を金髪に染めないハーレークイーンがどう <laughs> どうですかどうですか僕はちょっとあいあいつら全員見てるんですかね見てないでしょうでそこら辺がスターの証かもしれませんあらゆるスーツス解説でドクターの方が一番解像度が高いって褒められてるよ本当ですかありがとうございます。 ただハーレークイーンはですねやっぱりもうスターになってしまったんでま本当に広まってんだろうねだから知らない人でも真似するっていうのはなんか「スーサイドスクワットが」が、まあ、DC の何 2>,、うん、2回目か3回目かの,、まあ、そのリブートであるそのニュー52で人気になった理由の一つは、はい、やっぱりハーレークイーンがの解説ってみんなニュー52知ってるよねしな<笑><笑> ニューフィフティー二とマーベルナウ。まあ、まずですね。まずインフィニットクライシスっていうのがあったんですよ。で、インフィニットクライシスで。一回、まあ、要するに。コミックの世界観が、平行世界、はい、平行世界って、ごちゃごちゃしすぎたんで。一、はい、回リセットします、まあ。平行世界、平行世界、並行世界が生まれたのがニューフィフティー二だったんですが。一 <laughs> 回リセットしますって言って、五十本作品を出して。<laughs> こ確かに2回目二回目かな2回目のリセ、うん、ットでいくのかな、うん、デヴュー52、うん、もう今風にちょっとシュッとした絵に直したりして、はいはい、もうジム・リーがもうガンガン参加したりしてでその時にそのスーサー、まあ、ちょっとこれ後でまたちゃんと話しますけど「スーサイド・スクワット」がまあ久しぶりにレギュラーシリーズになったんですが、うん、そこにハーレー・クイーンが参加したのが「ーサイド・スクワット」が人気を得た理由の一つでした。うん だからハーレー・クイーンはその後もですね、うん、自分の単体シリーズも持ってますし、えー、その後、アニメも大もともとアニメ出身のキャラクターだったんですが <laughs> 単体アニメを手に入れたりしましたし、はいえー、あとはですねハーレー・クイーンが今のルックになったのがニューフフテという形で,すうですマーベルの方はマーベルナウっていうので真似ししてて追従してます、はい、ただマーベルは基本的にその世界観にリセットをしてないんじゃないかな。な、はい、も、うん でえー、あとはですねジェームスガンが、えー、原作っていうか脚本を書いた「ロリポップチェーンソー」っていうゲームがあるんですが、はい、そこにハーレー・クイーンみたいなキャラクターも出てくるんですがいのの雰囲気だけの須田小石さんただここでですね、うん、そのハーレー・クイーンが今回の映画でこう敵を攻撃すると傷口から花がいっぱい出てくるっていうのは、はい、この「ロリポップチェーンソー」から発想を得たって言ってましたよ。うん、そうだね、はい なるほど。なるほど。じゃあこのゲームの仕事もちゃんと身になってるんだなと思いました。さらにですね。僕がここで提唱したいのは、ハーレークイーンがセックスするエピソードの傑作の法則っていうのがあると思うんですよ。うんあ、これはやっぱりですね。こういうこの悪党注文の中ではダサンセックスとか成り行き、セックスとかがあると盛り上がるじゃないですか。唐突だったね。あのセックスシーン。が いやああいう唐突ななりゆきセックスがあると,と <laughs> やるためだけに出てくるってちょっとね盛り上がりますよねやっぱね <laughs> 大人の映画って感じするじゃないですか <laughs> そうかないややっぱねやっぱこういう「なりゆきセックス」が大事ですあ,あまあリーサルウェポン2とかもねな,かでなりゆきセックスした後相手殺すとかも最高じゃないですか、うん、でこれはですねやっぱりハーレークイーンも完全にスターなんで 今までアニメ化されたりもしたんですがこの名前は「バットマン・うん、ア,アサルト・オン・アーカム」という題名なんですが実質スーサイド・スクワットのこうアニメである、うんえー、この「バットマン・アサルト・オン・アーカム」とかあとは、えー、ハーレー・クイーンの海の親であるブルース・ティムが久しぶりに監督した「バットマンハーレー・クイーン」にも「なりゆきセックス」出てきます、はい、これは日本とも名作です。<laughs> さらに今今っていうかこう全然日本語版を出してくれない、うん「ハーレークイーンザ」シリーズではちゃんとポイズンアイビーとこうラブラブする感じが第2シーズンにあるんですけど、はい、ンギンが殺されれるやつだっけこここ、まあ、いろんなこと起こります、うん、僕さっきチェックのためにしたらオ、うん、ードン社長がアルチュンになってました。うん <laughs> <laughs> すごくいキングシャークとかも出てきますもうなんかもうやりたい放題なんですよ。ゴドーは中にななってもしょうがないよ、うん、でやる中になっててう娘がバットガールじゃないですか、うん、娘のバットガールが私バットガールなんだけどお父さんを救いたいって言ってアル中からこう復帰させたりするっていうなんかもうやりたい放題のありメがあって <laughs> これ日本語版を早く出すべきですよね。もうねでシーズン2はパーレークイーンがですね、うん そのポイズンアイビーとの慣れ染めを思い返して、私本当に好きだったのはポイズンアイビーさんお礼さんだったんだっていうことで、これそこがシーズン2の目玉になるっていう最高のやつでした、ね。ネットフリックスに期待したいよね。ネットフリックスというか<る> HBO か HBO に期待したいんですけどね。<ー>ちょっとね。えいやでね、もこういうのはそのまあ言語版でしか出てないからしょうがないんで字幕で見るんですけど。 やっぱこれ、その途中からハーレーとアイビーの会話シーン。こう、エス、エスプリの聞いた会話シーンがメインになってくるんで、ちょっとおっつかないんですよね <laughs> な。なかなか難しいでした。はい、難しかった。ったっ途中からアクションじゃではなく、その、いい感じの会話で盛り上げるっていうのがね、もう出てきて。ちょ、ちょっと、ちょっと難しかったですね。 ポイズンアイビーはいつ映画に出てくるんですかね。本当は四作目として、<う>これねハーレークイーン三部作として見られるんですけど、うん、本当はあんなバーズオブプレイとかで時間つすべきじゃなかったんですよ。<laughs> 本当はハーレークイーン＆ポイズンアイビーをやるべきだったのに、まあ、なんか<も>、ね、ブラックキャダリーは一応出せたから。あれあれ,あれ関係ないじゃないですか本当は。<laughs> いや本当はバーズオブプレイはバーズオブプレイでやっとくべき。 でハーレークイーンはやっぱハーレークイーンはやポイズンアイビーをやるべきだったので、ね、ちょっとね<で>残念ですそれで「テルマ・アンド・ルイーズ」みたいな映画を作ればよかったんで分かってんじゃん直、ね、人 <laughs> さん分かってる分かってるよやっぱおっさんだからそのとり <laughs> いや割とこの2人のコンビっていうのはそういうのを思い起こす人が多いんじゃないのそれそれそれ,それ、うん、で敵はあのねブラックマスクじゃなくてやっぱジョーカーです、うん、それそれ だから本当はね本当はあの話でやるんだったらブラックマスクじゃなくて敵はジョーカーで、うん、でアイボはバーズオフウェイじゃなくてポイズンアイティダーだでで全体的にテルマハンドリーズなんですよ。ジョも敵の勝負さが決まってたよね。それそれ,それ分,か分かってる分かってるね。<laughs> だからまあアベコンで何でもできるからコンビで明日に向かって出てみたいな話がそういうことなんですよでそういうことなんです。 おっさんで悪いとまた「ハーハー」って書かれてる <laughs> そうそう「復讐ロードムービー」そうそうそう <laughs> まあ本当進めようっていうのは孫トロビーはちょっと今回で疲れたんで<う>、えー、ハーレークイーンとはしばらくお別れねとか言ってるんですいやお別れする前にちょっとポイズンアイディとのこうねレズ,レズ映画を作ってくるよってこと、ねうん、いやちちょっとねちょっと残念です念。 出しそびれてるうちにハーレーの旬が過ぎてしまいそうだ、ね、そうですね。マーゴットロビーもいつまでも若くないです。うん。そうなんです。というわけで、えー、でそこでねで、で、さらにですね、中間管理職として、えーはい、ビッグラック大佐が同じジョエルキナマンで出てきます。うん、で、この今回ちゃんと黄色の T シャツ着てますが、この黄色の T シャツがですね、その、えー、オストランダーさんっていうのが ジョン・オーストランダーさんっていうのが、えー、このスーサイドスクワットの原作の立役者っていうかまあ作った人として有名なんですが、うん、えーオーストランダーのリック・ランク大佐といえば黄色 T シャツなんですよでその黄色 T シャツを着てさらに胸に可愛いキャラクターがいるという, <laughs> もういい感じのアレンジになってましたね、はい、そしてですね、えー、今回新キャラクターとしてピースメーカーっていうのが出てきます、はい で軽蔑すべき有罪キャプテンアメリカとして出てくるんですがもともと別のレーベルから DC に移籍してきましたもともとチャールストンコミックスっていうのの権利を、うん、まあ DC が買ったというもう何十年もの歴史があるキャラクターです一番歴史あるキャラクターなんじゃないかな、うん、で、どんどんだけ歴史があるかっていうと最初アランムーアがチャールストンコミックのキャラクターを使ってウォッチミーをやろうとした時に、えー、できなかったキャラクターなんですけど、はい で,まあコメディできなかったんで、えー、コメディアンにしというオリジナルキャラクターにしたんですが、うん、映画版で最初に死ぬコメデディアンのモデルです、まあはい、最初に死ぬんですが、まあ、前編を支配するキャラクターで、うんはい、でそのコメディアンと同じ、まあ、根っこを持つというのを考えると、うん、まあ映画にちゃんと出てきて、うん、しかも、まあ、アメリカみたいなのを象徴するキャラクターとして出てくる。病んだアメリカも象徴するはい コメディアンの時点でかなり病んでましたけど、うん、で今回また、えー、コメディアンとはちょっと違った形で病んでるということでこ、ね、いいキャラでしたねどっから見ても典型的な白人ですからねジョン・ジですで,で典型的な白人なんですけど、うん、やっぱりこれって、まあ、ジョン・シナが演じてることもあって、うん、80年代90年代のシュワルツェッカーみたいなもう筋肉ムキムキヒーロー。<laughs> のパロディ版みたいな感じがあるじゃないですか。そうだね。まあ今の時代パロディとしてしか見られないよね。はい、いやその通りなんですよ。うん、それがもう最高に良かったんですねで。特にこのねもうもう,もう,も,うもう今回ちょっと裏もうこいつが主人公と言ってもいいぐらいなんですけど、うん、このジョンシナーが途中で寝てる時にこのブリーフ一丁というね。うん マクガイヤーさんが大喜,<ー>大喜びするシーンですね。もう大喜びでして、だってもうこれだけでも笑えるじゃないですか。白 <laughs> ブリーフを履いてるやついるんだと。よかった、最高だ。ったやっぱりジョンシナは才能あるなと思いましたよね。<ー>よくわかってる。一時期のショーラッツネッカーみたいじゃないですか。こうコメディ映画に出てくる。すごい筋肉ですね。しかし。そうですよ。絶対、絶対なんかステロイド打ってますよ。 でもそういえば80年代代やっぱステロロイドヒーローの時ででしたねねそうです、ね、えだからですねこのあまりにもキャラが立ってるんでもう映画が公開する前に原作の方でもススーサイドスクワッししま俺パンフレット読むまで知らなかったんですけど確かにその一番今やってるコミックでやってる「スーサイド・スクワット」に「デッド・ショット」も「ハーレー・クイーン」もいないんですけどなんか「ハーレー・クイーン」と「デッド・ショット」はもう卒業ってことになったらしい。<laughs> 卒業 卒業して代わりにこの、うんえー、ピースメーカーとあとスーパーボーイとかが入ってるらしいんです <laughs> なんでスーサイドスクワットにスーパーボーイがいるんだ,ってだ今スーパーボーイスーパーボーイはクローンで誕生したこうね、うんえー、悲しきヒーローなんで、うん、タイタンズにも出てきました黒い T シャツ着てね入るんで,、うん、でそこら辺がねやっぱりらちょっと 一流も、ももう、ブランドとして、スーサイドスクワット一流になったんだけど、やっぱり悲しきヴィランを入れたいということで、うん、ピースメーカーとかス、えー、スーパーボーイが入ると絶対これは翻訳してください。ぜひ、お願いします。お願いします。で、あまりにもピースメーカーのキャラが立ちすぎてるんで、ドラマでやるらしいんですよ。はい、その、ピースメーカー。もう、これは、ね、あの、ジェームズ・ガンが監督したスーパーって映画があったんですが、 うん、ええー、俺はクリームゾーンボルトの映画化だと言っても過言ではないと思います。<laughs> そうなんですか。はい。列に割り込んだだけで暴殺しちゃう,う。シャラップクライム、シャラップクライムと同じ感じでファックっていうそのええー、ポスターを出してる。行き過ぎた正義の象徴ですね。はい、そうですそうです。だ、多分このね、ピースメーカーのオリジンもやると思うんですよ。そのテレビドラマ版では、はい、もう完全にスーパーのやり直しだと思います。 楽しみですね。結構物感覚監督だけじゃないでしょ。えでも制作総指揮をやると当然あ,、ね、あだからショーランナーまでやるかはわかんないですけど、ね、あやっぱりなんかジェームズガンはこれからですね、DC と MCU を股にかけて活動してくほしいんですけど、うん、<laughs> なんかとりあえずその映画じゃなくてスケジュールはやります。安藤秀明みたいじゃないですか。本当そうです。だからそうなんですよ。もうこれからジェームズガンの時代ですよ。 で当に思ったのは今までですねスーパーマンのフパロディキャラってのいっぱいいたんです。うん、もう日本でもいっぱいいましたねパロディキャラが。がもう志村けんもやってましたスーパーマンのフパロディキャラ。それはスーパーマンに長い歴史があったからなんですけど、えー、だからジェームズガンもブライトバーンをていう,こう映画を作って、これは完全にウルトラスーパーデラックスマン誕生物語みたいな感じでした。そうねー。 ただ MCU が大ヒットした結果、えー、みんなもう若者はスーパーマンよりキャプテンアメリカの方に馴染みがあるんですだからスーパーマンのパロディキャラではなく、えー、キャプテンアメリカのパロディキャラが公式非公式問わず、まあ、どんどん出てきたのかなと思いましたね <laughs> そスーパーマン以上にメジャーにだったかわからないけどえっと多分若者の間ではもうそうなんじゃないですか、えー、DC 店に来るような若者の間では でだからですね公式がこの「レッド・ガーディアン」とか、えー「キャプテン・カーター」とか出してくるのもすごくよくわかりますね。で、えー、さらにですね今回の「スーサイド・スクワットで」で、えー、面白いのは、えー、舞台が南米の小島ということでちょっとこれ「ックスワン事件なんですよ完全に。 ビックスワン事件というのはです、ね、もともとキューバは独裁政権が支配してたんですけど、えー、そこに、まあえー、T シャツでおなじみチェイバ・ゲバラとかあとまあカストロが革命を起こしてで、えー、独裁政権を倒してユートピア社会主義国家を作ったわけなんですけどその独裁政権を、えー、と。 まあ、傀儡政権というよりは、まあ、うまくやってたアメリカにとってはちょっとそれは許しがたいことだったわけですだから革命が起こった翌々年に、えー、特別闇のチーム <laughs> <laughs>、まあ、闇のコマンド部隊みたいなのをピックスまあそのキューバのピックスワンに送り込んでしかしそれは全滅するという事件があったんですがこれは、はいえー、いろんな。 映画、ゲーム、小説で描かれました。はい、みんな、コールオブデューティーブラックボック,オプス,ックオプスは。プレイしたことあるかな。全世界で大ヒットしてるゲームですからね。そうここで、追体験できますね。ビックスワン事件を。ドクターのキャプテンジャパンを、いろいろ上げてくれ。てる人がいるよいちょっと、ちょっと宣伝になるんで、俺ちょっと、いや、いや、いやいい、やめました。ここで宣伝してで、どうする。<laughs> <laughs> まあ、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 そこは、あれは、あれで楽しんでます。あ、もう一時間経過。 1>, あ1時間何にも進んでないような気がするからうも,うもうちょっとしてから有料に行きますか、はい、まだ早いですよ、まま、ね。で、えー、そういったつまり、うん、南米はそのアメリカの裏庭と、まあえー、ま呼んで呼ばれていたんですけどつまりアメリカが独裁政権を支配したりうまくていなんですよね。うんねえー、ただ、まあ、そのアメリカののというのを えー、アメリカ自身がこう反省を込めて、まあ、映画とかゲームとか小説の題材にするっていうのも面白いところなんですけど、うんまあ、そういうのが偉いところですね。ポ、はい、ンジュラスにンジュラスエルサルバードル、うん、あと、えー、バリーシラーグアテマラかななんか、まあ、そういったものがいろんな映画とかで描かれてきたんで、えー、それをまたこのスーパーヒーロー映画で描くというのが、うん、なかなか面白いところでした。 もうみんなスーパーヒーロー映画の顔をかぶれば何でも描けるということに気づいてしまったんですね、はい、しかももう,もうみんなサルバドルとか見ないんですし、うん、バリーシールよりも、えー、このスーパーエスクワット見る人が多いでしょう。で特に特に今回あいいなと思うのは、うん、スターロというのがジャスティスリーグの一番最初の敵で優秀あるキャラクターですし味の悪 <laughs>、はいありすぎる映画だよね で、このスターロがですね。はい、そのまあ、脇の下っていうか、体から子供スターロを飛ばして、みんなを洗脳するんですよ。うん、だからこれが最強の敵と言っても過言ではないぐらいなんですが、よく知らなかったけど、やっぱりエイリアンってこっから取ってるわけ。まあ、えー、というかですね。もともとこのスターロを考えた人がクトゥルー神話にも造形が深かったんですよね。うん でエイリアンって完全にその宇宙のクトゥルーシンマじゃないですかそうです、ね、だから根っこが同じだと言っていい譜ですかそうですそうです、えー、っとそれでですね、はい、一方でジェームズ・ガンは絶対宇宙人東京に現るるを見てて、うん、今回のスターロはほぼ着ぐるみみたいな感じで動いてるのが面白かったところなんですけど最近はさ パシフィックリム以降なんか CG に着ぐるみ的な演技をさせるようになったよね。はいはい、で映画の中でも怪獣いましたし、<怪獣> <laughs> そこがね本当に良かったんですが、ちょっとですねこの色に注目してください。えー、まあパイラジンは赤、うん、赤かな？白黒だったからよくわかんないけど、白黒だからな。でも赤なんだろうね。で、えー、スターロは原作コミックでは青。ですが今回青と赤になってますよね。うん これはですね、やはり正常期の象徴と言っていいんじゃないですか。ほう、そう聞きました、ね。はい、つまり独裁政権をアメリカが開来として、独裁政権を傀儡として中南米をその支配していた。うん、そしてスターロが独 <laughs> 裁政権を <laughs> 使って中南米を支配していた。はい、そして星型であると。 我々の町だここは我々の庭だと言ってるアメリカをアメリカではビランだった、うんえー、スーサイドスクワットたちがこう解放すると実に政治的な話になってるわけですアフガンにもスーサイドスクワットがいればよかったのにね、はい、今後あと10年でそういう映画、うん、マジで作られると思いますよというか ドルフ・ラングレンそういう映画作ってませんでした <laughs>、まあ、とにか乱暴自体がそういうかま,まあまあまあそうなんですよ <laughs> 実際そういう話なんですよ。というわけでなんかつまり悪趣味、うん、悪趣味バッドテイストグロをこんな前面に押し出しつつ、えー、やってることはものすごくポリティカルなことということででも結局トロマ,うう、ね、マー映画も実はそういうことやってたんで。 ななかなかトラウマ映画のさましきを受け継いでるんだなと思いました。うんうん、というわけでですねでさらにちょっとですね、えー、そのほかにもキャラクターが出てくるんですけど、えー、まず怪力化け物枠ということでキングシャークが出てきます、はい、前回のワニの代わりにスタローンが声をやる種男。そうですただ実はですねキングシャークもほぼスーサイドスクワットのセミレギュラーなんですよ。うん、あそうなん、ね、はい で前回キングシャークが出てこなかったのはサメ人間だとちょっと表情をつけづらいんでっていうことでデビッド・ウェアが断ったんですけどあのやっぱりジェームズ・ガンは CG キャラクターについては実績があるんでじゃあ,ちょっとじゃあ今回キングシャーク出すかとそして今気づいたんだけどさ、うん、スタローンだからこのパンツなのかそうですそうでこのポスターだけね <laughs> ポスターだそしてマモダちになったスタローンを声当てるかと、うん、でスタローンは幼い頃にそのスタローン これね、生まれてくるときに、ちょっと首をやっちゃったんで。うん、ちょっと発音が変なんですよ。そうだね。はい、独特の縄張りがありますよね。<laughs> うん、今を呼んだかよ、俺のこと佐々木功がうま。え、これ声佐々木功だっけ。じゃオッこれ佐々木功じゃないそうか。あ、それは日本語聞き替え分かってねえな。そうか。 ちょっと吹き替えは見てないんですけど、うん、まあ佐々木勲がうまく声を当てられるぐらい特徴がある声なんですが、うん、だから CG キャラに抜擢っていうのはよく考えてますよねあ、源田さん源田鉄将だったあ<ー>お前はキャラが違うだろうっていう、ね、ちょっとキャラが違うな <laughs> <ー>お前はそのムキムキ野郎じゃないだろう。源田鉄将はピースメーカーでしょ,ょそうだねそうかまあ、まあ この、ね、チームには怪力バケモノ枠が1人はいってほしいということで、うん、ちょっと頭の足りないはいだからですねマベンジャーズでいうとハルク枠です、うんえー、こういうのいろんなところにいますセカオワンにも1人バケモノがいるじゃないですかで,ですゴールデン・ボンバーにもいるじゃないですか、うん、そしてもう活動してませんがシャランキューも1人ずつ1人バケ物に近づいていったりもします、うん、そしてアルフィーにも1人います こういうわけで <laughs> チームには一人化け物が行ってほしいということですよね。ちょっと終盤は強引でしたね。<laughs> あ、中バッカーはその通りですで。あとはテームを象徴するかのような激安 BQBR にどうしいということでポルカドットマンとラットキャッチャーが出てくると。うん、<laughs> ポルカドットマン F 級ぐらいでしょ。そうですね。F 級ぐらいですね。うんうん、増録の危病みたいな。はい。 顔にっっちゃってねでも原作は増6の病みたいなな感じじゃないんですよ <laughs> なんかあれはやっぱ B 級なんで <laughs>、うん、好き勝手味付けしてるってことなんですけど、まあ、ポルカドットマンをいじったところで怒るやつは偉い大いや原作レイプだっていう人はいません <laughs> ポルカドットマンをこんなことしても、うん、でもよかったですねちょっとこれはやはりジェームズ・ガンが監督する意味合いっていうのがこのポルカドットマンとこの「ラッドキャッチャー」しかも「ラッドキャッチャー2」に出てます。 なんか2代目とか3代目を2とか3にするっていうのがこの結構スーパーヒーローの伝統なんですけどそうです、ね、しかも演じてるのは本当はイケメンでありこう美女であるというと <laughs> こんなイケメンだったんだ、はい、でもこのダストマルちゃんはドゥニ・ビル・ヌーメアの常連ですよ、うん、だからデューンにも出てきますチン・デ<お><の>ューンの予告編やってたねはいやってました まあ、でも、カレン、カレンみたいな感じなのかな。かわいカレた。<ラ>福原、福原、カレン、じゃな、違う、違う、違う。日本語がおかしいカレンがいるじゃないですか。あ、滝沢カレン。滝沢カレンみたいな感じなのかな。<laughs> か英語もちょっとおかしい感じが良かったですね <laughs>、えー。ポル、そのポルトガル人なんで、英語が。あんまりじカーリーレクイーンより可愛かったですよよかった。よ良かった。さあ、そんな感じで、えー、ここからですね。スーサイドスクワット特攻大作戦。 まあ元ネタである特攻大作戦について説明しようと思うんですけど、まあここからいろいろしますか、はいえ。ちょうど8時10分。い,ね、いい感じ、いい感じですいいじ。じゃあみんな大丈夫かな。ここでみんな入会しても全然損しないで。<laughs> もう8月22日ですけど。うん、で来月はですね、また最近のマカもやりますし、ナズ<お>さんを呼びして次はですね、<お>不滅のあなたへをやります。 マクガイアーさんのツイッターでしか見てないけど。ヘラクレスの栄光みたいな話だ、ね、本当に。はい。まあ、ヘラ、ヘラクレスの栄光、フォーだと。いろんな人に乗り移る。フォーは乗り移りで、スリーは高いところから飛び降りても死なない。だってね。まあ、主人公が、うん、あの。ほとんど神様みたいな感じなんですよ。純粋な。急になんか興味が湧いてきちゃった。多分、あのー。 大池先生、なんだ、義時先生、うん、大今義時先生は。なんかですね、そのインタビュー漫画で。うん、兄さんが。プレイしてたクロノトリガー。のファンでしたとか言ってるんで,、はい、で。俺らよりだいぶ年下なんじゃない。はい、でも、お兄さんは多分俺たちと同世代。うん、で、お兄さんが押ったスーパーファミコンソフトを。プレイしてた。うん、そして、やりたかったの本当は、えー、声の。 形よりもファンタジーっていうんでおそ、うん、らく「ヘラクレスの栄光」をガンガンプレイしててそこで「不滅のあなたを思い出したんじゃないかとまたゲーム界やってくださいってルグウインの大不安というよりも「うん、ヘラクレスの栄光大不安説」の方をちょっと押し取りたいですまあ「うん、ヘラクレスの栄光3」といえばねスーファミのロールプレイングでもシナリオの深さで言えば「はい、タクティクスオーガ」と。 二分するぐらい。まあスリーもほぼ良かったですよ。はい、というそという話で盛り上がりたいと思います。よろしくお願いします。これは見ないとな。<laughs> <laughs> いいな。いその次はまだ決まってない。その次は決まなんだっけでもどっかでどっかでエウレカとゴーストバスターズはやりたいよねって話はしてます。ゴーストバスターズってなんかあるの。 やるんですよゴーストバスターアフターライフってのやるんですよです本国では11月にコロナでずっと止まってたんですけどあじゃあそれ直人さんって出る,出る<え>どうしようかだゲストどうしようかなとか思今度はマシュマロマン出るのかなあのー、わかんないもう全部謎「シガニー・ビーバー」とかいやあれは <laughs> あのほらあのネットフリックスで、うん、あのやってるじゃんあの子ど供がいっぱい出る、うんあのー、スティーブン・キングみたいなやつ な,なんだっけ。スト,ス, <laughs> ストレンジャーシングスの子供たちが、あの、田舎帰って、物置開けたら。はい、ゴーストバスターズの車があったって、これ始まるらしいですよ。そして。そうそう、そして監督すんのは、うん、アイバンライトマンの息子なんですよ。うん、これは名作やでと思います、ね。え。という、そうそう、エクトワンが、ちゃんと昔のやつ。 とということでただ本国ではずっとコロナ禍で公開が止まってて11月公開で日本だといつやるか分かんないんでちょっとタイミングを計ってるからです <laughs> そうだよね俺聞いたこともなかったことでしょうでしょう <laughs> いや一回その一時期、えー、予告編はガンガンやってたんですがコロナ禍でちょっと止まっちゃったんですよ <laughs> <ん>分かんないですちょっとそこらへんいろんな楽しい企画を用意してるんで今入っても損しないでこれは入るしかないですね どっかでクリントイーストルットもやりたいんですが、うん、キャプテンジャパンの続きがね。もられるマシュマロマンやマシュマロマンいやそれは分かんないじゃんよく分かんないちょっとちょっと楽しみにしてます。今回のスターロード大をちょっとマシュマロマン感あったよね。ありました、うん、ありましたね。あダブルオセブンがそれぞれ来るじゃない？<laughs> はい。ただダブルオセブンはナオゾさんといっぱいやりきったんでちょ,ちょっとまあい,い,かいやこれは出た出たことないけど。うん リーサルウェポンがあればやりたかったのね本当にね,ねリチャートドラーもなくなってしまったまリチャートドラーがやるっていうニュースの直後にな <laughs> くなっちゃったあれメルギブソンが監督してやらないかねそのメルギブソンが監督してみんなをこう不謹慎のどん底に叩き落とすリーサルウェポンファイブ。今回のスーサイドスクワットでもリーサルウェポンオマージュのシーンがあったのにねえ肩を直すやつえ違うえいやあったっけ 太ももで首絞めるやつえ、<laughs> あれリソレポーオマージュリソレポーのオマージュでしょ本当？<laughs> それは気づかなかったなまあいいや、そんな感じでよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます